1日15時間座りっぱ、野村総研のリクです。お願いします。お願いします。冒頭で言ったけど、うん、多い時はって話ね。なるほど。毎日15時間座ってるわけだから誤解を招かないように言う。そうですね、うん、今回はですね、実際にあの取材したっていう情報をですね、うん、僕らが代わりにお伝えするというようなお時間にしていきたいので、はい、本日は野村総合研究所です。メインはどんな話を。他社と比較した時の野村総研の色とか、一日の超細かいスケジュール、どんな仕事してんのかっていうところ、それ面白いね、を具体的にちょっと掘ってきたっていう、そういうお話になります。他社との違いっていうところなんですけども、すごい閉鎖的な会社で、普段仕事しててあんま他社とか競合他社のことを目にする機会ってほとんどないらしい。なんでかっていうと、国から直接仕事依頼を受けて、で国とやり取りをするから、もう相手が国なのよ。メーカーとかさ、普通かかったりするんだけど、もうそうじゃない、もうダイレクトで国トゥー企業だから。ちなみにそれって野無双だけ。野無双以外にも、例えばあの競合他社の NTT デートとかも、うん、国と一緒にやるお仕事っていうのはあるんだけど、ただまあ少ないよね。そんだけ大きい規模のレベルで仕事ができる会社ってもうほんと数えるほどしかないから。それって実際どんな仕事、案件が振られてるの。市場分析とか、うん、なるほど。あの産業とかが今後どうなっていくかって、なんか国からレポート出たりするじゃん。野村総研とかが作ったレポートっていうのを元に出してる。閉鎖的な文化っていうところであんま他社と絡まないっていうのが一つと、 SIA 業界っていう中に野村総研が属するんだけど、はい、その中ではダントツでお給料がいい。おお、そうなんですね。ダントツで労働時間が多いと。あー、なるほど。チャラチャラチャラプラマイゼロ、うん、やっちゃってるわ。で、競合他社としてはね、さっきも言った NTT データさんが出るんだけど、うん、NTT データさんはめっちゃホワイトなのよ。あ、そうなんだ。 NTT グループってなんかホワイトのイメージあるよね、うん、ドコモさんにインタビューしたんですけど、そう、ドコモさんとか NTT 西日本さんとかも聞いたけど、はい、まあ、ホワイトなんだけど、うん、確かに対局給与高いイメージあったんだけど、 NTT NTT さんも別に低いわけじゃないんだけど、うん、残業が少ないとか福利厚生がいいっていうのを向こうは売りにしてるけど、なるほど。野無双はバンバン働いてお金もらおう。目に見える給与が高いのが野無双、結果的に可処分所得が高いのが NTT データ。あー、そうそう、すごい分かりやすい。そんな感じ、分かりやすい、うん。自分で、あ、もう本当だよ俺が言うやつよ。しかも俺言ったし、もうどんだけ褒めてほしい。でもう一個特徴的なのが、すごい大きい仕事をやるから、うん、担当するお客さんごとに部署があるらしい。マジで。普通一個の部署がさ、いくつもお客さんを拾って担当するじゃん、うん、このお客さんは A 部署、このお客さん B 部署ってもう分かれてんだって。仕事の規模がでかい。本当に一個やるだけで何百何千億って動くことをやるから、うん、そういうでかい仕事やりたいって人はもうすごい手つけない、ね、結構特徴的な働き方だなって思った、うん。全体的なざっくりした働き方はこんな感じなんだけど、次1日の細かいスケジュールについて、うん、これめっちゃ気になる。面白い。これがまず朝出社してから1時間ずっと自席で作業するらしくて、何やるかっていうと、1日に何本もミーティングがあるから、その資料を作ったりとかミーティングの準備っていうのをまず朝必死にやるみたいな。9時からミーティング始まっちゃうから逆に1時間くらいしか時間がない。で9時からミーティングをまあ 1,2 時間こなすと。でまあミーティングの振り返りとかやって午前中終了で、午後もミーティングが 2,3 本あると。でミーティングやってるか自席で資料を作ってるかのどっちからしい、1日の時間の使い方。へえ、じゃあ全く動かないね。そうなんだよ。だからあながち自席で15時間って間違いじゃない。全然テレワークとかも推奨してる会社だから、自宅で座ってやるっていうのある。それ結構得意不得意分かれるね。きついでしょ。俺は無理だっていうのが結構面白い話で、お客さんとは週に1回ぐらいしかミーティングしてないらしい、うん、それ以外は誰と。社内。社内なんだ。同じ人と1日に何回もミーティングする可能性もある、ね、まああるね。朝やって夕方もあどうもってマジで。そう、そうなんじゃん。あーやべおいおい回ってんぞ。あ、そうか、ダメだよ、それ寝かけましたまた米なんで変なのが炎上しちゃう。これはでもあくまで僕の意見ですから、まあ主観だから、ね、そうそこは自由 でもう一個あるのが、うん、2年目とか3年目でも自分がプロジェクトリーダーとか一番上になることが多々あるらしい。あ、すごいね。それみんなってわけではなくて評価された人だけ。いや、結構そういう風潮あるみたい。お前じゃあここリーダーやってみろっつって、すごっ、バンバン裁量渡されて、うん、もうやらされるって。でも若いうちから結構裁量権持って仕事ができるって、うん、あの逆にやらされすぎて困ってるって言ってたそこまでいらないかなって感じらしい。で次なんですけれども、入社前後のギャップっすね。3つあるんですけど、1個目がですね、部署によって朝めっちゃ遅いっていう、ハードワークだから、うん、てっきり朝早いんじゃないと思ったんだけど、うん、部署によっては10時11時開始とかも全然 OK。 夜は10時、ちょっと怪しいな、まあ、そこは約束はされてないけど。そう、ね、朝は自分で決めれるってこと。あ、そう自分のプロジェクトとかミーティングとかの様子によって合わせて OK っていう、まあ、在宅もできるっていう話だと。あ、そう完全テレワークも全然推奨して OK って言ってたから。ただまあ部署によるんだけど、コンサルとかってやっぱり部署とかさ、現場の人の力が強いからさ、部長がよし俺らはこうやってやるって言ったらね、うん、みんなせかせか出社しなきゃいけないしさ。で2つ目なんですけど、時給換算すると給与が異常に低い。これめ
ちゃくちゃ大事じゃん。超大事よね。どんぐらい計算したら年収が600万として、で残業が大体月70くらいで、仮定したら時給が1500円になっちゃったっていう。一概にどのタイミングでとは言えないんだけど、ね、その期間を経験するってことだもん。そうそうそう、みんな通ってきてんだ。じゃあ1500円の時給、1500円の時給を通ってんだよ、あんだけハードワークしてる人たちが。時給ってなっちゃうとさ、うん、まあ、年収ってすごい聞こえがいいじゃん。いいこと知ったよ。そう、ご本意ちゃんと仕事してきました。はい、ありがとうございます、うん、部署でさ、うん、あの仕事をするって聞いたんだけどさ、前インタビューした時に、うん、面接の時もグルディスが最終みたいな、なんかそういうことなんだなってなんとなく思ったんだけど、社内でミーティングするとかグループ作業っていうのがやっぱ欠かせないから、やっぱグルディスがすごい重視されて最終でなってるっていうのは確かにそういう理由があるんです。協調性とか切り返しとかね。そう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 、それがもう先行スタイルから現れてるよ、ね、本日はですね、野村総研の情報員のリク、おいっす1日のスケジュールをお伝えいただいたと。はい、まあ、時給換算したらちょっと残念なことだけど、事実なんで、はい、知っといてください。これ、まあ、それは置いといて、はい、年収はまあめっちゃ高いですね。うん、それは間違いないし。そしてですね、ここからは TikTok のコメントコーナー、面白コメントを紹介するコーナーですね。マジで面白い。これは SMBC の3人衆で集まったっていう動画、はいはいはい、あれからあの抜粋した、うん、TikTok に載せた動画ですね、うん、淡路島支店っていうのがあって、あ、はいはい、幻のなんか島流しの系みたいな、でそういう言い伝えが SMBC の中であるみたいな、ね、噂がね、言った部分を切り抜いた。そしたらコメント欄に、うん、淡路島の人がかわいそう別に淡路島が悪いとか言ってないの、うん、パワハラとかセクハラしたら、うん、大体大手の方って問わされちゃうんですよ。それを島流しってね、俗に言うっていう、俗に言うね、うん、別に地域とかではなくて、 そうね、その部分を抜いたら、淡路島にパワハラセクハラした人が飛ばされたから淡路島の人がなんかかわいそうとか、うん、淡路島支店の人はパワハラセクハラするんだっていう勘違いがされそうで残念だみたいなコメントが来てる、うん、極論だすぎるよね。そうなんだよ、偏りがすごすぎて、まあ、いくら切り抜きとはいえさ、うん、前後の文脈もあるしさ、うん、俺ら別にそんな言い方してないよね。淡路島支店の人がそんな人だなんて一言も言ってないし、あの島流しの経営というものがあると、と淡路島の話を並行して話してただけで、うん、そうそうそう、まあ、みんな知らない情報じゃん。そうそうそう、別に知り合いがいるわけじゃないし、うん、淡路島の人から聞いたわけじゃないから、うん、こういう噂が社内であるんだよっていう話、っていう話なのに、なんかそれをね結構多いんですよ。今回のコメントいくらでした？いやー、まあ、切り抜きっていう性質上勘違いされちゃうとこあんのかなと思うんですけど、まあ、別に僕ら特定の人をディスるとか、別にディスりチャンネルじゃないんで、全くそういうことはない事実を知ってほしいチャンネルだから、まあ、YouTube 来てくれればわかるかなと思うんですけど、うん、ちゃんと本編見てくれれば誤解が解けますんで、これは誤解ですと、はい、こういう話でしたね、はい、訂正します、はい、以上が本日の動画になります、はい、ということで皆さんバイバーイ。バイバイ。When I